皆様こんにちは。自由民主党会派の古島剛でございます。3月に入りまして、桜のつぼみも日に日に膨らみ、すでにところどころで開花もしているところが見受けられます。また私の家の周りの田んぼでもレンゲソウや菜の花も咲き始めています。しかしながらが、長雨の反響か、例年より成長が鈍化しているように感じます。温暖化の影響なのか、大地の営みの変化に危惧しています。さて、今我が国が直面している少子高齢化の問題、地球温暖化などの環境問題、さらには景気悪化が深刻化する中、私も厳しい財政事情であることは十分に認識をいたしているところであります。行政は最大のサービス産業であると申します。次の時代を担う子どもたちが希望を持って受け継いでくれる、ふるさと八代を作り出していかなければならない、そんな思い、そんな視点に立って一般質問をいたします。平成23年全線開業いたします九州新幹線、新しい八代の玄関口ともいえる新八代駅、新八代駅界隈のにぎわい創出は、疲弊した八代経済立て直しの起爆剤として大いに期待をされるところであります。そこで新八代駅界隈のにぎわい創出についてお尋ねをいたします。質問の1点目、松中信彦スポーツミュージアムの運営状況と課題についてお伺いをいたします。この施設は2004年の三冠王でもあり、前回2006年のWBC では日本の4番バッターとして世界一に貢献をされ、ソフトバンクホークスの松中信彦選手より自分を育ててくれたふるさと八代に恩返しをしたいとの思いから寄贈され、子どもたちに夢や希望を与え、スポーツ振興を通じ青少年の健全育成、地域のにぎわいの創出を図ることを目的に、本年1月29日にオープンをいたしました。オープン後約1ヶ月が経過したところです。現在の入館状況はどうなっていますか。また入館料収入額についてお尋ねいたします。次に、当館では野球の実技指導が受けられるとお聞きしていますが、どのような方法で実施しているのかお尋ねをいたします。次に、当館のオープンにあたり、どのような PR 活動をしてこられたのか、また運営を始めたことにより見えてくる課題もあろうかと考えますが、その把握方法と対応についてお尋ねをいたします。次に、質問の2点目、八代よかどこ物産館の運営状況と課題についてお伺いをいたします。昨年12月26日のオープンから約2ヶ月を経過したところですが、現在までの物産、レストラン、それぞれの来場者数及び売上をお聞かせください。また、本年1月29日に松中信彦スポーツミュージアムがオープンしたことにより、その効果が物産館にどのように現れているのかお尋ねをいたします。次に、物産館を安定的に
経営していくためには出荷協議会の充実が不可欠であると考えますが、現在の状況はどうなっているのかお尋ねをいたします。次に質問の3点目、周辺整備および民間活力の誘導についてお伺いをいたします。新八代駅周辺のにぎわい創出を図る上で民間活力の誘導は必要不可欠と考えます。そのためには上下水道や県道を含めたハード事業の整備、民間開発を進める上での農心除外など避けて通れない課題ではないでしょうか。新八代駅周辺の県道を含めたハード事業の整備状況、農心除外の状況についてお尋ねをいたします。なお通告の4点目の質問につきましては、新八代駅周辺の遺跡の発掘調査や文化的価値の検証など私自身の検証課題の調査がまだ不十分でありますので、次の機会に質問を行うこととします。再質問につきましては質問者席にて行います。商工観光部長、はい、議員ご質問の松中信彦ミュージアムの運営状況と課題の1点目、入場者数と入場料収入についてお答えをいたします。この施設は平成21年1月29日にスポーツに関する展示や映像等により子どもたちに夢や希望を与え、スポーツを通じた青少年の健全育成を図ることを目的の一つとしてオープンし、約1ヶ月が経過したところでございます。入館者数につきましては2月末現在で3519名、1日平均では121名の方にご来館いただいているところでございます。内訳といたしましては、一般入場者2844名、小学生394名、中学生89名、高校生23名、小学生未満が169名でございまして、団体で入場された方々は3519名のうち180名となっております。また観覧料につきましては、2月末現在で95万4400円、1日平均32,910円となっております。入館者数観覧料ともにおおむね順調に推移していると考えているところでございます。次に2点目の野球の実技指導についてお答えをいたします。当館の特徴といたしまして、松中選手本人がバッティングについて解説実演していただいている貴重な映像をご提供いただいているところであり、この映像は大展示室のスクリーンで自由に見ることができます。また松中選手の映像の横に自分の映像を映すことができまして、自分のバッティングフォームと松中選手のバッティングフォームを比較することも可能となっております。さらに野球の指導で実績のある方を館長として配置いたしておりますので、子どもたちのボール遊びから一般の方の技術的な指導まで来館者の申し出に対応できるよう体制を整えております。多くの方々に来館いただき、スポーツの楽しさを体感していただいているところでございます。
次に3点目の広報活動の状況とオープンしてから見えてきた課題についてお答えをいたします。まず当館のオープンにあたりましては、県内の小中学校高校、市内の幼稚園にご案内の通知をいたしております。また民間のテレビ番組、ラジオ番組に職員が出演して紹介や案内を行っております。さらに九州で発刊されております情報誌、県内向け情報誌に記事を掲載したところでございます。開館後につきましても、ソフトバンクホークスのキャンプ地であります宮崎市で3000枚のチラシ配布などを行ったところでございます。今後もスポーツイベントなどさまざまな機会を通じて広報活動を行ってまいりたいと考えております。次にオープンしてから見えてきた課題についてお答えをいたします。当館は入場いただきました方々にアンケートのご協力をお願いしているところであり、そのアンケート結果の確認と館に勤務している職員に聞き取りをいたしましたところ、もっと PR 活動を行うべきである、通常の展示だけでなく特別展示を行う必要があるとの意見が寄せられているところでございます。特に PR 活動につきましては、小中高校生の入館者が一般入場者と比較いたしますと少ないため、春休み、夏休みなどに来館してもらえるよう、学校関係やクラブ活動関係へ積極的に広報活動を行いますとともに、特別展示やイベントの開催を行うことで、多くの子どもたちにも利用してもらえる施設にしてまいりたいと考えております。市といたしましては、今後も来館者、現場の職員の声を真摯に受け止め、より良い運営ができますよう、管理運営の改善に努めてまいりたいと考えております。以上お答えといたします。古島剛君。2月の21日発売の週刊現代の記事で、オープン4日後の2月2日の昼下がり、週刊現代の記者が記念館を訪れた際、来館者は中年男性1人のみで、閑古鳥が鳴いていたとの記事で大変心配をいたしましたが、現在のところ入館者数、観覧料ともに順調に運営ができているというご報告を聞き、一安心をいたしましたところであります。週刊誌に掲載をされましたところで、まあ、逆転の発想ではありませんが、逆に全国的に金がかからない PR ができた、そのように思った方がいいのかな、私はいい方に考えております。さて、先ほどの答弁で松中選手本人がバッティングについて解説実演している大型スクリーンの映像の横に、来館者のバッティングフォームと松中選手のバッティングフォームを比較することも可能となっており、さらに野球の指導で実績のある職員を館長として配置をされ、子どもたちのボール遊びから一般の方の技術的な指導まで来館者の申し出に対応できるよう体制を整えているとのご答弁でございました。そこでお尋ねでございますが、野球の指導で実績のある職員、館長さんはどのような経歴をお持ちの方なのか、また今後の PR 活動、特別展示などの自主事業についてお尋ねをいたします。
商工観光部長。自席からお答えをさせていただきます。議員ご質問の館長の経歴と今後の PR 活動、自主事業についてお答えをいたします。まず館長の経歴でございますが、野球選手監督として多くの実績を残しておられます。選手としては全日本大学野球九州選手権大会や国民体育大会など数多くの大会に出場され活躍をされておられます。また長年教職を務める傍ら、生徒に野球指導を続けてこられ、全国中大連野球競技大会準優勝や全日本少年野球2部大会3位など数々の輝かしい成績を収めておられます。プロ野球オリックスバッファローズの塩崎誠内野手も中学時代に館長より指導を受けられた一人でございます。スポーツミュージアムに来館した子どもたちの様子について館長の話によりますと、子どもたちは最初は不安がっているが、時間が経つにつれ夢中になってボールとバットで遊んでいる。長い時は1時間以上一緒になって遊んだり指導したりしていますとのことでございました。野球以外でも陸上競技やソフトボール、バスケットボールなどの監督や審判の免許を有しておられるなど、他のスポーツにも深い見識を有していらっしゃる方でございます。次に PR 活動でございますが、ヤフードームにおける広告や旅行会社などへも直接訪問を行い、よかとこ物産館と合わせてツアーなどでお立ち寄りいただけるよう働きかけを行ってまいりたいと考えております。最後に自主事業でございますが、ソフトバンクホークスと相談しながら所属選手などのパネル展や子どもたちを対象にした野球教室の開催を計画しているところでございます。以上お答えといたします。古島剛君。はい、皆様方もよくご存知のことだろうと思いますが、ボストンレッドソックスの松坂大輔投手のことでありますけれども、1月の20日、会派の研修で北海道の稚内市に行ってまいりました。研修のテーマは他のテーマでありましたけれども、市内に松坂大輔投手の、スタジアムがあるということで、特別のお計らいで、見学をさせていただきました。この松坂大輔スタジアムというのは2008年の春にオープンをいたしております。これはうちと違いまして、稚内市が隣の物産館復興市場だと記憶しておりますが、その施設と一緒に約4億円かけて誘致をいたしたということであります。もちろんその稚内市というのは松坂大輔投手の出身地ではないわけでありますけれども、祖父おじいちゃんの故郷だそうであります。私どもも館内を見学をさせていただきましたが、館内には松坂大輔投手の少年時代から現在に至るまでの足跡が、数々の記念品や写真、年表や発言などの展示によって綴られていました。それと体感コーナーとして松坂大輔投手が投げる156キロのストレートをバッターボックスの位置で体感できることができるような施設になっております。担当の方に運営状況をお伺いをさせていただきました。隣の物産館との相乗効果で、にぎわっているということでございました。またお話によれば、この施設は稚内市の活性化のための投資であるということでございました。スポーツを通じて子どもたちに夢や希望を与え、
次の時代を担う青少年の育成を図ることが目的であり、本市の松中信彦スポーツミュージアムとまさに同様の目的であるのだな、そういうことを感じてまいりました。本市の松中スポーツミュージアムにつきましても、今後さらなる PR 活動や自主事業の積極的な取り組みを図り、多くの来館者に期待されるような施設となることを願っています。次、2点目お願いします。商工観光部長。はい、議員お尋ねの八代よかとこ物産館の運営状況と課題の1点目、来場者数と売上についてお答えをいたします。八代よかとこ物産館は物産コーナーとレストランを併設し、昨年12月26日にオープンしたところでございます。指定管理者により管理運営を行っている施設でございます。来場者数につきましては、2月末までの約2ヶ月間で2万8112名の方々に買い物あるいは食事をしていただいており、売上は約3420万円でございます。来場者売上ともに順調に推移していると考えているところでございます。次に松中信彦スポーツミュージアムとの相乗効果についてお答えをいたします。隣接しております松中信彦スポーツミュージアムは1月29日にオープンをし、2月末までに約1ヶ月間で3519名と多くの方に来館をしていただいております。スポーツミュージアムオープン前の1月とオープン後の2月のよかとこ物産館における1日平均の売上を比較いたしますと、1月は約47万円でございましたが、2月に入りますと約56万5千円とおよそ 20% 増加しているところでございます。これはスポーツミュージアムに立ち寄られた方々がお帰りの際、買い物あるいは食事をされていることから売上が増加したと推察され、古島議員ご指摘のとおり、スポーツミュージアムとの相乗効果が現れていると考えているところでございます。今後も両施設が連携し、新駅周辺のにぎわいを創出するため、イベントの開催内容や時期、また広報活動などについて協議を行いながら集客に努めてまいりたいと考えております。次に3点目、出荷協議会の状況についてお答えをいたします。出荷協議会につきましては、よかとこ物産館のオープンに合わせて農産物、特産品等の安定的な供給、農産加工品の技術の向上などを目的に設立され、指定管理者により運営されているところでございます。会員数につきましては、当初121の個人または団体の会員で発足しておりましたが、現在では会員数が185まで増加しているところでございます。しかしながら野菜部門など会員数が十分でない部会もありますことから、豊富な品揃え、安定的な運営が可能となるよう、今後も引き続き会員の募集に努めてまいりたいと考えております。以上お答えといたします。古島剛君。はい、八代よかとこ物産館についても、スポーツミュージアムオープン後は売上が 20% 増加をし、相乗効果が現れているとの答弁をお聞きし、
大変嬉しく思うところであります。今後も松中信彦スポーツミュージアム、八代よかどこ物産館が連携を密にしながら新八代駅界隈のにぎわいの創出に努力に、その努力に期待をいたしておきたいと思います。再質問でありますけれども、先ほどご答弁の中にありましたが、農産物や特産品の安定的な品揃えのための会員の募集や綿密な出荷計画など消費者への要望への対策をお尋ねをしたいと思います。商工観光部長。はい、自席からお答えをさせていただきます。農産物等を安定的に供給するための取り組みについてお答えをいたします。八代よかどこ物産館の出荷協議会では、野菜、果樹、加工品など5つの部会を設置して、生産出荷計画の調整や適正販売価格の設定を行っているところでございます。また、高品質で安全、安心な農産物を提供するため、JA 八代の営農指導員が定期的に指導等を行うことにいたしているところでございます。さらに速やかに商品の補充ができますよう、携帯電話のメールを利用しまして、出荷品の残数を指定管理者から発信しているところでございます。また出荷協議会の会員募集につきましても、多様化する消費者ニーズにお応えできますよう、会員である JA 八代の協力をいただきながら、安定的な供給体制が構築できますよう調整してまいりたいと考えております。以上お答えといたします。古島剛君。はい、ぜひとも消費者の要望にお答えができるように早期の対応に期待をしておきたいと思います。次、3点目お願いします。企画振興部長。はい、議員ご質問の新八代駅周辺整備及び民間活力の誘導についてお答えいたします。新幹線新八代駅周辺整備につきましては、平成23年の全線開業を見据え、新八代駅周辺は新しい八代の玄関口として、民間開発誘導のために道路3路線と市民や来訪者の憩いの場はもとより、誘客のためのイベント等が開催できる場として約2ヘクタールの公園及び新駅から公園に通ずる連絡通路等の整備を行うことといたしております。事業は国のまちづくり交付金事業で行うこととしており、全体事業費は約20億円で、事業期間は平成17年度から平成21年度までの5カ年間の予定であります。現在の進捗状況といたしまして、道路については一部供用開始している部分も含め、今年度と来年度で全線開通予定となっております。公園整備については平成21年度末の開園を目指し、現在工事を行っております。上下水道のライフラインにつきましても、道路整備に合わせて整備する予定であります。また県道につきましては、新八代停車場線が県道八代鏡宇土線まで整備される予定であり、そのうちの南北区間については平成23年度の完成を目指して事業が進められております。本市といたしましても、引き続き整備促進を要望してまいりたいと考えております。脳震障害の状況につきまして、新八代駅周辺整備開発区域の約20ヘクタールの農地は、農業振興地域整備計画において農用地区域に指定されており、開発を行う場合には脳震障害の手続き及び農地転用許可手続きを経た後に行うことになります。さらには都市計画の点から無秩序な市街化防止のために、平成19年度に
特定用途制限地域を都市計画決定しているところであります。民間開発の状況といたしましては、ホテル1棟とマンション2棟がすでに建設されており、さらには20ヘクタール区域に隣接して安戸市街に本社を持つ企業が立地に向け準備を進められております。このように先に述べましたまちづくり交付金事業等によるハード整備を早期に完成させ、民間開発をより一層促進し、八代よかとこ物産館と松中信彦スポーツミュージアムとの相乗効果で新駅周辺のにぎわい創出を図り、さらには新駅周辺と中心市街地や日名郡温泉、五箇荘といった観光拠点を連携させることで、八代全体の活性化も図ってまいりたいと考えているところでございます。以上、お答えといたします。古島剛君。はい。3月12日、実は明日でございますけれども、県議会の一般質問で、新八代駅周辺のにぎわい創出の実現という、そういう視点で地元県議の先生が、県道、鏡ウッド線などの整備で質問をされます。私ども自民党会派も、県議の先生方や国会議員の先生方と連携を密にしながら、新八代駅界隈のにぎわい創出を図っていかなければならないと思っております。午前中、中村議員が議員の質問の中で、酒田市政が誕生して山が動き始めたというお話がありました。まさに今やっと八代の観光もこれまでの点であったものが線で結ばれ始めようとしております。平家の落ち人伝説の五箇荘、松中信彦スポーツミュージアム、八代よかとこ物産館、そして商品券、四季折々の特別展が開催をされます博物館、2月12日に国名勝に指定された万葉の里の万葉史跡の水島、3月末に開園予定の万葉の里公園、そして宿泊は開湯600年を迎える日名郡温泉へ、これまでの一つ一つの点であった観光拠点が線で結ばれ連携されることで、これからの新たな八代観光の起爆剤として観光客誘致や交流人口の増加に弾みがつき、八代全体の活性化につながるものと大きな期待を持っております。今世の中は100年に一度と言われる大不況の中にあります。毎日の暮らしの中でややもすると希望を失いがちです。そういう状況だからこそ、政治に関わる者は元気の出る施策を行っていかなければならないと考えます。大変厳しい、そして辛い時でもあります。でも春の来ない冬はありません。寒い冬を乗り越えるとやがて大きな花が咲きます。一日も早い景気回復が、そして大きな花が咲くことを恋願いながら、私の一般質問を終わります。